はい、どうも全国500万のパチンコ依存症の皆さん、ウィンウィン二郎です。今はパチンコ屋に行かないで家にいましょう。日本一サラパンを打った僕が500万ゲーム以上の莫大な実践データをもとに、雑誌やネットに載ってない知識も含め分かりやすく全て言います。8月で撤去ですが、新体サラバン2の基本知識にもなりますので、この機会に家で勉強しましょう。今日はですね、今までのおさらいと僕の設定録のつかみ方をお伝えしたいと思います。まず今までの視点の4つの判別のおさらいをしたいと思います。ベル確率はトータル2000ゲーム回して28分の1以上あれば合格。そしてモードはですね、天国準備が2回以上あれば合格。そして弱チェ解除は、レベル0から2の間に1回か2回くれば OK。 それで最後に引き戻しが2回くれば OK と。で、この4つのうち最低2個は欲しいです。タコ粘りするには、この4つのうち3つ以上あったらもうタコ粘りです。それをですね、今日は具体的にお伝えしたいと思います。今までですね、細かくバーッと判別材料を説明してきましたけど、意外とですね、僕自分でラインを決めてまして、単純にやめるかタコ粘りするかっていうのを決めてるんですよね。それをですね、簡単に分かりやすく伝えたいと思います。4つの中で、早くね、判別ができればそれに越したことないんですけど、なかなかそうはうまくいかないので、どっかでラインを決めてやめるか粘るかを決めなきゃいけないので、いつまでたってもね、諭吉追い金してたらもう本当大けらになっちゃうので、意外と自分の中でスパッとやめるとこは決めてます。まずですね、朝一設定狙いした場合、自分である程度狙い目決めてて座りますよね。すると僕はだいたいもう2000ゲームまでは打ちます。その2000ゲームの間で3つのボーダーラインを決めております。その3つの中の1つ目、さっきの4つの判別を1つでも引かなかったらもうやめます。そして2つ目、4つのうち1つ見つけて4万円超えたらやめます。4万円以内で持ち玉があったら粘ります。そして3つ目、2つ以上あればもう無制限でやります。これが2000ゲーム以内です。そして3000ゲームの僕のボーダーラインを説明したいと思います。まず1つ目、1つ以下だったらやめます。そして2つ目、2つあって4万超えならやめます。2つあって4万円以内で持ち玉あったらやります。そして3つ目、3つ以上なら無制限でタコ粘りします。2000ゲーム3000ゲームのボーダーラインを説明した後に、次に来るのが時間のボーダーラインが来るんですね。それが僕の中では19時を目安にしてます。その19時のボーダーラインは6万円超えだったらやめます。どんなに良くても6万超えでやめます。で、補足なんですけど、19時にやめるんですが、4つの要素で3個ないしは4つある、もうほぼ6だなって思う、または6角が出た場合ね、70ゲームボーナスで来た場合、明日の据え置き狙いをするためにも19時でやめます。19時から6でもバーって出る時ありますけど、もうほとんど出ないですよ、その時間帯で。万枚とかはせめて2000枚3000枚ぐらいなんで、ほぼ次の日据え置き狙いするためにわざとやめます。それをノールック打法って言うんですけど、わざとやられた感を出して、いやーまいったーって泣きべそ書いて帰るようにはしています。
それで最後に3個以上4つその条件が揃ってて、または6角が出た場合は、まあもちろん無制限でやるんですけど、まあ多くても21時までにやめます。21時から出ても取り切れなくなっちゃうので、まあ僕結構最後まで打っちゃうんですけど、まあ大体21時でもうやめ時決めてますから、その21時でやめるんですけど、これはあくまでも6枚以内で持ち玉がある時ですね。それはあの粘ります。それで今まで言った流れをやりながら、3000ゲームぐらいがまあ捨てるか粘るかのラインなんですよね。でその間に必ず呪文の台以外最低4台は僕見てます。でその4台をじろじろ見るわけにもいかないので、その4台はどういうふうに見てるかというと、まあ大体音と映像でわかるモードと引き戻しをチェックしてます。呪文の台がね、今までの判別で、あもうこれ捨てるなと思ったら、空きそうな台があったらね、そっちに移りたいので、もちろんねその空き台がなかったらもう他の店も考えてますので、今は結構データロボサイトとかマルハンとかでもそうなんですけど、データである程度もうねほとんど半分ぐらいのお店がチェックできるので、まあ、それで他の稼働とか見て移動するなり、その店内で移動できなかったら店外の移動も考えて打ってます。今まで言った内容で僕はやめたり粘ったりしますけど、やっぱりねサラバンって4万円使ったらね、なかなか取り返し効かないんですよね。だから結構重要なのは朝一ね、持ち玉があるかっていうの大事なんですよね。持ち玉あると全然違うんですよね。特に東京の場合は換金ギャップが激しすぎるので、昔は10日だったから良かったんですけど、 5.6 枚交換、今若干ちょっと交換率は良くても最初に使いがきついので、やっぱりね取り返し効かないんですよね。で後で設定判別が分かっても時間との戦いで、やっぱ後からこう出たとしてもやっぱ最初に出た方がやっぱ得なんで、早めにこの辺でやめるっていうのが結構大事なんですよね。負債を抱えないっていうのはね、サラバンは特に荒いですから。僕はですねそんな感じで意外と冷静にボーダーラインを決めて、意外と単純に数学的に決めてやめてます。あの多分感情的にやってるから結構粘ってると思ってると思うんですけど、意外とあれですよ、僕冷静なんですよ。あのマルハン全国制覇のパチって旅打ちの時はその冷静さがどっか飛ぶんですよ。あの普段はかなり冷静です。以上そんな感じですね。僕の設定6のつかみ方は参考にしてください。それではですね、エピソード話したいと思います。これもですねサラバンを打ってた時なんですけど、僕ですね下に落ちてたコインを拾う人すごい嫌いなんですよね。昔僕親父にパチンコ屋連れてってもらった時に玉をよく拾ってたんですよ、子供の頃。昔ってパチンコ屋子供行けたんですよ。それで玉を拾って親父に喜んでもらうと思って箱ごと持ってったら、もうものすごい徹底食らいまして、お前そんななんとかみたいなこと真似すんじゃないんだよ。そのなんとかってちょっと放送禁止用語なんで言わないですけど、バーン殴られてめっちゃ泣いて、こっちはね親父のために拾ってんのになんで殴られるんだなんて思ったんですけど、今考えるとやっぱそういうことをして稼ぐ金は汚いっていうのを教わりましたよね。だって自分の下のコイン、メダル、自分が落としたコインは拾っていいですよ、それ。だけどどう見てもね自分じゃないとこを拾う人いっぱいいるじゃないですか。で僕それが嫌いなんで、ある日ねちょっとふざけようかなと思って、ある店で玄関の方からメダルをねこう等間隔にこう置いてったんですよね。ヘンゼルとグレーテルみたいに
あのお菓子を置いてって、最後帰り道に迷わなくならないように置いてくっつって、でもそれ鳥が食べちゃって帰り帰れないみたいな童話があったと思うんですけど、そのようにこう置いてったんです。で最後たどり着くのは僕の真下なんですよね。どうなんのかなと思ったら、やっぱ案の定そのいつも拾うやつがこう取りに来るんですよ、箱を抱えてね。おいで、あ来た来たと思ってね。で最後何したかっていうと、あの僕こう自分の下皿のガーって握って、でもう下行ったらもうバー捨てるんですよ。20枚かなぐらいバーンって。そうするとあれ不思議ですよ、あの拾ってる人って拾わない人より数段プライド高いですから、こうやって目の前で捨てたメダルは絶対拾わないんですよ。おいで無言でそのまま立ち去りますからね。拾わないのかなと思って、そこを逆にもう拾ってほしいですよね。でそんなことを僕は結構やってって、ある日ですね、同じようにやってて、でまたこう来たわけですよ。で顔も見ずにこうバタバーンってこう20枚ぐらい下に捨てたら、拾って箱に入れてたんですよね。あれと思っておかしいなってパッと見たら、で知り合いっつって、僕が別に仲良くしてない知り合いなんですけど、あこれやった拾ったなんつってともう抱えるんですよ。で明らかに僕のメダル以外にも溜まってるわけですよ。だからあちこち拾って貯めたんでしょうね、まあ、50枚ぐらいかな。だから結構1000円ぐらいになるんですよ。うわこれが一番硬いよなんつってね、僕に自慢するんですよ。こんなん捨てちゃってさいいのなんつって、まあ、冗談で持ってかれたんですけど、まあまあもう僕は捨てた以上はしゃあないですよね。で持ってって、うわこの人と僕あんまり会話したくないなと思って、店の店員さんとかに印象悪くなるじゃないですか。だって店員やった人なら分かると思うんですけど、拾う人とかもう多分大嫌いだと思うんですよね。だってあれ拾うって他人のお金を持ってく窃盗と一緒ですからね。あれはあくまでも貸し出してるだけですからね。でそれで持ってって嫌だなと思って、もうこれからもう無視しようなんて思ってて、でちょっとしばらくしてたらちょっとあの下が催すようになっちゃって、トイレ行こうと思ってトイレ行ったら、その知り合いが横でしょんべんしてたんですよ。置いたらポッと見たら横にその知り合いがしょんべんしてあのちょっと段差あるじゃないですか、こうした後のここそこにそのメダル50枚60枚入れた箱が置いたんですよ。俺えトイレに箱持ってくと思って、そんな人いないじゃないですか。で俺も普通にえトイレにメダル入れた箱持っていくっつって、えだって盗まれたらまずいじゃんとか言うんですよ。いやそれ盗んだやつじゃんって思わず突っ込んじゃいましたよ。もうそれ以降はね、その人が話しかけてもね、もうシカトしてましたね。もうだって嫌われたくないですよ、お店の人に。だって向こうはこっちの癖も分かってるから、あの例えば僕サラバン好きじゃないですか、サラバンに設定6入れなくなったらもう行ったって狙ったってもう全く意味ないですからね。でそういうメダルを拾う人っていうのはその設定狙いなんか関係ないですからね。こっちからしたらもういい迷惑ですよ本当に。勝手にやる分にはいいですよ、まあまあ勝手にやってもいけないですけどね、それは窃盗と一緒ですから。もうねぜひね、あの玉を拾う人っていうのはね本当やめていただきたい。あのやっぱね正々堂々とね戦ってほしいですね。はい、よろしくお願いします。そんな感じですエピソードは。それじゃあですね、また前回みたいに質問コメントとかも待ってますので、あの何でもいいですよ本当に、どしどし待ってますんでよろしくお願いします。それじゃあまたね、わきねー。